この時間はアメリカ対ポルトガル、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはエスタディオカンペオンで行われます。ポルトガル国歌お聴きいただきます。続いてアメリカ国歌です。アメリカがこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくっていうことも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。そうなんですね、もうボランチイコールアンカーという考え方ですね。そうですね、この場合ですとアンカーですよね、はい、まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。なるほど。アメリカのキックオフでスタート、アメリカ対ポルトガル。まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで終わる意識を持つことですよね。なるほど。まず立ち上がりを迎えます。前日の開幕戦は引き分けという結果に終わりましたポルトガル。リカルド、サード、ミドル、うわ、先制ポルトガル。いやー素晴らしい。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いやキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあポルトガル早くも1点先制と幸先いいですね。いや目が覚める一発になりましたよね、これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。ブルーノ・フェルナンデス、このボールはつながりません。ディーム、マッケニー、アダムス、パスでつないで攻め込んでいきます。アメリカどうする、抜けてくる、クリスティアーノ・ロナウド、ルベン・ネベス、長いボールを送ります。ブルーノ・フェルナンデス、さあ右へ預けていけるか、どうだ、さあどこに出してくる、ボールが収まる、どうする、危ない、クロスをヘディング、ポストの左です。
クリスティアーノ・ロナウド、今のチャンスは物にすることができませんでした。ペペ大きくサイドを変えます。このパスを防ぎます。ペレイラ仕掛けるか。クリスティアン、チャンスを演出できるか。クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガルとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。ルベン・ネベス、サイドチェンジ、さあここからの展開。ルベン・ネベス、アメリカはこの前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。少し早い時間帯に先制点を取られてしまいましたよね、まあ、前半のうちに最低でも追いつきたい気持ちはあると思いますね。大きく縦へ、さあ右サイドから上がっていく。プリシッチ、クリスティアン、これはタッチシュート、素晴らしい反応でした。ルイ・パブリシオ、いやあの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。いや枠捉えてましたよね今のボレー。そうですね、しかしまたそれ以上に素晴らしい反応を見せたキーパーです。ダニーロ・ペレイラ、アメリカとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。左上がっていきます。ダニーロ・ペレイラからのクロスボール、直接行ってしまいました。マクケニー、裏のスペースを狙う。ベルナルド・シウバ、今日ワンアシストです。ベルナルド・シウバ、さあクリスティアーノ・ロナウド、さあどうする、キーパー、いやーファインセーブでしたね。いやよく飛びましたね、ファインプレーですよね。この難しいボールによく触りました。必死のクリアですよね。右サイド上がる、多少強引に見えましたが止めます。ルベン・ネベス、クリスティアーノ・ロナウド、さあシューバー、縦へのボール、クリスティアン、セルジーニョ、素早いパスで攻め上がっていきます。
ダニーロ・ペレイラ、長いボール縦へ、とボールは裏を狙っていきます。リカルドから、あ、止めだ、いやクリスティアーノ・ロナウド、素晴らしいポジショニングでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。ポルトガル入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。おっと、裏へのスルーパス、この位置で受ける。さあどこに出してくる、素晴らしいシュート、これ仕掛けるか、シュート、アメリカ、ここでスコアを同点にします。いいですね、流れ来てますよね。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。アメリカ同点に持ち込みました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、ゲレイロ、クリスチャノ・ロナウドに渡る。アメリカはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ビーム、モリス、縦へのボール、クリスティアーノ・ロナウド、アーチのようなパス、このクリアボール拾いたい。どうする、来た、シュート、勝ち越し、ポルトガル。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。クリスチャーノ・ロナウド、今日2点目のゴールです。さあポルトガル、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。アダムス、セルジーニョ、プリシッチ、アメリカがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。ルベン・ネベス、サイドチェンジ、抜けてくる、中央へ、リカルド、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。クロス合わせてくるか、プリシッチからファーサイド、フリーだ。さあどうする、一呼吸置きます。
いけるか。ペペから長いボール縦へ。左サイドのドリブル。ゲレイロ、リカルド、ここで丁寧にボールを扱う。中で味方の選手が待っている。上げる、中央へ、フリーで受ける。プリシッチ、クリスティアン、セルジーニョ、右側から上がっていくか。抜ければチャンス、打ったがシュート。しかしこれよく止めましたね。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。前半終え2対1。しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりました。次の1点がどちらに動くのかでかなり違ってきますよね。アメリカとしてはこの後そうそう仕掛けてくると思うんですよね。アメリカ対ポルトガル、それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ後半キックオフ。アメリカとしては早めにペースをつかんでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。さあつながるか。ブルーノ・フェルナンデス、右サイドへ振って、ベルナルド・シウバからクリスティアーノ・ロナウド、サイドへ、ベルナルド・シウバ、ルーズになる。ベルナルド・シウバからクリスティアーノ・ロナウド、さあどこに出してくる。ここ拾って次につなげたいアメリカ。マクケニー、モリス、マクケニー、アダムス、チャンスを演出できるか。シュート、わずかに右へそれました。アダムス、プリシッチ、もう一つ前に行きたい。さあ右へ預けて、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。ちょっと小さい、収まったフリーだ。長いボールを送ります。取らないですか、レフリー。アダムス、アンドレ・シウバ、シウバからベルナルド・シウバ、ブルーノ・フェルナンデス、大きく縦へ、さあ一気にカウンター、スペースを狙う、これはよく触りました。
ポルトガルとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると、うん、決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、うん、俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。このクリアボール次へつなげたい。アメリカはこのセカンドハーフの序盤をビハインドという形で今日は戦っています。まあまずはこの試合の入り方で主導権を握ることが大事になりますよね。この後半はハーフタイムに受けた指示を明確に表してほしいですよね。シュートもあります。来た、シュート、まだある。守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。プレスに行くんですけどもね、うまくこうボールをさばかれてしまうのでボールの奪い方、奪う場所、明確になりませんよね。打った。ミドル、シーノーグ、拾いたい。カット。マッケニー、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ペペ。ゲレイロ、緩いボール、アメリカはアーワーヤというシーンでしたがここはしのぎます。これは合いません。クリスティアーノ・ロナウド、本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。これを拾いたいアメリカ。このパスはキーパーへ。クリスティアン、スルーパスを出す。仕掛けるか。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。これはクリア。どうだ、来た、ミドル。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。思い切って狙ってきましたよね、まあ、相手よりシュート数少ないのでそういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。サイドチェンジ、このパスがつながります。プレスからボールがこぼれる。ポルトガル、ここでファールをもらいます。もう一度セットプレーのチャンスになります。ここは誰に合わせるのか。このクリアボール次へつなげたい。ペレイラ、セルジーニョ、上げる、シュート。アメリカとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ルベン・ネベス、ゲレイロ、クリスティアーノ・ロナウド、この柔らかいパス、自分で行く、上がる、シュート。ポルトガル追加点。
追加点が決まりました。これで差は2点。流れるパスワークからゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。素晴らしいハットトリックです。クリスティアーノ・ロナウド。さあポルトガル、これで2点差、リードを広げます。ポルトガルとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでいると思いますね、はい、この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。そうですね。一旦前を取る、いけるか、ここは間合いを取る。さあシュートレンジだ、つながります。シュート、これはわずかに左でした。スルーパスを狙う。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールはありませんでした。プリシッチ、セルジーニョ、ビーム、マクケニー、縦にボールをつなぎます。サイドのスペースを使います。お、いい形ですよ。ボールが上がる、ボールはクリア。さあ中はいる、シュート、アメリカビッグチャンス、ものにできません。ちょっと判断がね、このプレッシャーからかどうか難しいところですね。ポルトガル奪い返します。ベルナルド・シウバ、裏を狙う、いいボールだ、いい展開ですね。上げてくる、どうだ、カーナ、ここは抑えました。縦へのボール、ふわっと裏を狙う、これをカットします。アダムス、プリシッチ、裏のスペースを狙う、このクリアボール次へつなげたい。仕掛けるタイミングを図る、クロス、キーパー直接処理しました。ダニーロ・ペレイラ、長いフィード前線へ。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。このボールに触ります。ロン、ここでファールがありました。ルベン・ネベス、ルベン・ネベスからアーチのようなパス、セルジーニョ、クリスティアン、セルジーニョ、プリシッチ、アダムス、右サイドへ振って、さあどこに出してくる、マクケニー、チェックを受けながらのドリブル、アメリカこのビッグチャンス、ものにできませんでした。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。ミドルシュートに行きました、マクケニー、
長いボール縦へ、クリアです。モリス、ボールがつながる、裏へ届くか、素晴らしいパス、アメリカ。後半残りわずかです。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあ、ともに選手交代があるようです。さあ、アメリカもう1点いけるか。あと1点ですからね、いってほしいですね、ここまで来たら。はい、ルベン・ネベス、ベルナルド・シウバ、ゆるく狙ったボール、この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。アメリカ立て続けに選手を入れ替えてきます。ルカ・デラトーレ、長いボールを送ります。イエドリン、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。ビーム、前線へ大きなフィードです。スルーパス、この位置でボールを受けます。クロスが上がる、これはつながりません。ルカ・デラトーレ、さあどうする、この位置で受ける、これ仕掛けるか、シュート、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。今のはディフェンダーからしてみればやってしまったなという感じでしょうけどもね、そこをしっかり狙っていったっていうのは評価できますよね。アンドレ・シウバ、クリスティアーノ・ロナウド、ロナウドサイドを使う、ここで丁寧にコントロール、ファーサイド、ちょっと合いませんでした。シウバ、ペレイラ、イエドリ、ここで笛です。3対2、アメリカ惜しくも勝ち点を取り損ねました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。アメリカとしてはいろいろ敗因というのはあると思うんですけども、やはり前半立ち上がりの失点、あれでいきなりプランを崩されたのが大きかったですよね。そうですね、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。アメリカが3対2、接戦をものにできませんでした。